シーズン当初のグランプリシリーズ初戦。パガニーニの主題によるラストでラフマニノフです。3回転3回転も用意しているんですが、トリプルルッツからダブルトーループです。2つ目はダブルでした。この後は基礎点が 5.5 のトリプルフリップ。ダブルになりました。基礎点は 1.7 に落ちます。オリンピックの出場枠は3です。グランプリファイナル表彰台に乗ればかなりオリンピック出場の確率が高くなります。荒川の美しい技の一つ。スパイラルステップもこれ非常に滑ってるスケーティングエッジが流れが止まらなくていいですね、はい、そしてダブルアクセル、これが5つ目の要素。レイバックスピンからのビールマンスピン、今シーズン取り入れました。ストレートラインステップシークエンス、トリノに向けてグランプリシリーズ初戦、荒川静香のショートプログラムでした、まあ、ステップから入っていくトリプルジャンプがダブルになってしまったのがちょっと惜しいですね、はい、そうですね。それとやはりどうしても最後の最後だったので目立ってしまったんですけれども、コンビネーションスピンでチェンジフットをして次のポジションに入っていくときに一回止まっちゃってるんですね、はい、まあ、この辺はやはりどうしても今回の新採点方式だとネガティブに入っちゃいますね。なるほど。本人は相当緊張していたという話をしていたんですが、このショートプログラムは満足いくものではなかったと、フリーでは思い切って滑りたいという話をしていました。そうですね、ちょっとストレートラインステップも体がいつもの動きとは違って硬かったですね、はい、スピン、ステップももう一つスピード感に欠けていました。タラスワコーチと城田強化部長とこうして話をしているところですが、さあ得点どれくらいでしょう。やはりテクニカルエレメンツ、技術点が伸びません。 27.92、 そして5項目でチェックをするところすべて7点台。一番いいのが一番上のスケート技術です。 7.65 という数字です。